海ル型ワムシカソ素二イは、ワムシ類のトガの一つ。海産甲殻類の体状のみで見られ、長い首を持つなど得意な構造を持つ。このトガ単独で独立の目を置き、他のワムシ類全体と区別して、さらに上位の分類群を立てることが多い。このトガのワムシは、他の一般的なワムシ類とは大きく異なる特徴を持っている。普通のワムシは頭部にある専門体で遊泳することが、 できるが、本家のものではこの部分が著しく退化し、有名に用いることができない。また他のワム種類では、オスが滅多に出現せず、あるいは存在しない群すらあり、その生殖は、単ため生殖に大きく追っているが、本家のものでは常に、オス個体が存在し、通常の優生生殖が行われる。また、本家の動物は、すべてが解散で、 甲殻類であるこのハエビ属ネベイリア SP の動物の代表で生活している。これは寄生性と言われたが、必ずしもそうではないようである。形態的にも独特で、長い頸部がある点で、他のワムシと大きく異なる外見をしている。本群は20世紀までは2種のみが知られ、いずれも海ル型ワムシ属生存とされたが現在では2種が追加され、また2族に分けられている。 これら二族は、形態的にも、生態的にもはっきりと違った特徴を持ち、いずれもこの範囲上で生活している。全体として、オスが極めて対価的なワム種類の中で、本群は、オスも、メスと同程度に発達した体を持ち、また生殖系などに、原始的特徴が見られることから、ワム種類の系統を考える上でも重視されている。 また近縁の他軍との関係を考える上でも重視される。和名は必ずしも安定していない。目以上の分類軍では海昼型和虫が使われる例が複数あるが、それらでも加盟以下は学名かな読みの生存を使う例が多い。ここではせっかくの和名なので岩尾沙田編著 P1579 が俗名までこの和名を用いているのに従った。本軍は 伝統的に海昼型は虫族一族のみと考えられてきたが、現在では二族に分けられる。この二族の区別は明確ではあるが、両族は全体としては共通の特徴を持つ。以下、種として古くから知られた、セイソンネベライとパラセイソンアニオレイトスに基づいて記述する。なお、定約がよくわからない言葉は仮の訳語としてあり、言語をカッコ付きで置く。 大きさは、ピーアニオレイトスのメスで、約1ミリメートル。オスはそれより小さくて0.4から0.7ミ、mm、リメートル。エスネベライは、この種より大きく、記録では、最大で2.5ミ、mm、リメートルというものがある。この種では、オスの方が大きい。それ以外の点ではこれら2種の構造は、基本的には、共通している。その体は4つの部分に分けられる。頭部、頸部、動部、胴部 それに脚部である。頸部と脚部は、不死があって、望遠鏡式に伸び縮みできるが、頭部と胴部には、不死がない。すべて海産で、海生の小型甲殻類であるこのハエビ族の代表で、生活している。生息する宿主はこの動物に限られ、例えばこの動物と同時に採集される他の甲殻類の上で発見されたこともない。 一個体の宿主上に本動物が百個体以上見られた例もあるが宿主は何ら困難を受けているように見えなかったとか十二個体を乗せた宿主が自由に泳ぎ回っていたとかの観察があるこの動物は這うことができるが遊泳はできないしかし活発に移動することはできる新しい宿主への移動は少なくとも宿主の保育脳内にいる妖精へ移動することで行われる それ以外の方法については明らかでない。なお2005年に発見された S アフレコナは、甲殻類の体上から発見されたものではなく、同じサンプルに、このハエビ族の動物は含まれていなかったが、著者らはその構造が過去の種と極めて類似していることから、同一の生活をしているものと判断している。古くから知られた2種である S ネベライと P アニオレイトスは、 同所で見られ、また同じ宿主個体上に二種が共存することが報告されている。ただしその場合、両者の付着部位には若干の違いがあり、前者は胸足、背後の縁に多く、稀に触角や腹部に見られるのに対し、後者は腹足にもっぱら付着する。規制内し強制となれば、宿主の種特異性、宿主の選択性が問題になりそうなものである。 このハエビ族は単独種ではなさそうなので、なおさら重要だと考えられる。ただ、この軍に関しては、宿主の報告はほとんどは俗名のみか、あるいは、種名不詳の形でしか示されていない。これはむしろこのハエビ類の分類に不明部分が多い、ことに問題があるのかもしれない。この動物群と宿主の関係、例えば規制であるかどうかについては、長く明らかにされていなかった。 古くは、ピアニオレイトスのいない葉物の色が、宿主動物の卵の色と同じであるとの観察から、宿主の卵を食べる規制であるとの説があった。これはこの宿主動物が、ハラシで卵を保護する性質があるため、その動物の付着位置からしても可能であるが、問題は、宿主が通年に卵を保持しているとは考えがたい点であった。他方で、エスネベライについては、いないようから、 ソウルイやデトリタスが発見されており、この動物は便乗性、あるいは強制ではとも考えられた。その後に、顎の構造や動きから、S ネベライと S アフレコナワー顎をポンプのように使って、細菌を吸引して食べるものと判断された。従って、これらの動物と宿主の関係は、語り強制と判断できる。他方で、パラセーソンは、宿主のチリンパを吸い上げて、 餌としており、外部規制者と考えられる。このハエビ族はほぼ世界中の浅い海底に生息し、日本にもこの群のものとして、このハエビンジャパニーンシスが知られている。それに対して、本群の分布はそこまで広くない。エスネベライは、ヨーロッパ周辺の地中海と北西大西洋、それにカリフォルニア周辺の太平洋、それに、 チリのマゼラン海峡付近の南極海から知られている。ピーアニオレイトスの分布もほぼこれと重なり、また2005年には生存の新種がアフリカ・ケニアのインド洋から報告された。2012年にはパラセーソンの新種がカリフォルニア沖から発見された。蒸気のように日本にも宿主動物は分布するが、本群のものは発見されていないようである。 本家のものは当初は単一の属のみと考えられたが、その時点でワムシ類全体の中でも得意なものとの判断があった。これはその形態が独特である点や、その生殖がこの類の中で得意である点が挙げられる。本群以外のワムシ類は、大きく分けると創生殖草類と単生殖草類の二つに区分されるが、 そのいずれにおいてもたんため生殖が優勢で、優勢生殖はあまり行われない。前者では、死生生殖層は体を成す一方、オスは、軍全体を通じて、未発見である。後者では、オスは稀に出現するだけであり、それもメスに比べるとはるかに小型で対価的であり、生殖層は一つしかない。これらに比べ、本軍では、 死ゆ個体は互いに遜色ない程度の発達した器官を持ち、また死ゆは常に存在し、繁殖は有性生殖で行われる。また死ゆともに体を成す、生殖層を有する。これらの特徴は普通の動物群であれば当たり前のものだが、ワムシ類の中では突出している。このような点も含め、ワムシ類の中で極めて祖先的な形質を持つものとの判断があった。 例えば、ウォレスコールバームは、ワムシ類全体の系統を分岐分類学的に解析し、本軍がそれ以外のワムシ類全体に対して、姉妹軍をなし、ワムシ類は単系統であって、この軍がその規定で分化し、続いて、創生食草類が分化したという系統樹を描いており、これが従来のこの軍の分類体系を、ほぼ追認するとの判断を示している。 しかしその後の分子系統の進歩からこの類の系統への判断でも大きな変化があった。特に大きいのがハリアタマムシがワムシ類の系統に含まれるという情報である。つまりワムシ類だけでは側系統となり、ここにハリカシラ動物を含めて初めて単系統群が成立するという。そんな中でワムシ類内部の系統関係に関する判断も揺れており、 上記の大きな軍の区分そのものは健在ながら、その関係については、議論が多い。比較的新しいものとして、ソ連戦グリベットによると、以下のようになっている。つまり、本軍は、ワムシ類の中でハリカシラ類との関係を考える、重要な位置にあることになる。さらにこれらの軍と類縁があるらしい、動物軍として、美学類とアゴクチ動物門が挙げられる。 これらの系統関係も未だ不明であり、さらには無種類内の各軍の関係も疑問が多く、それらの問題において、本軍の重要性は、とても大きいと考えられる。和無種類と関連する軍の系統関係を考える上での、鍵の役割を持つとも言われる。分類体系はこの軍のそれが安定しないため、何通りかを見ることができる。ほぼ共通するのは、目以下で、以下の通り。 この目を含む上位群として、岩月、猿渡り監修では次のようにしてある。また、岩歌編著ではこうである。このトガには現在は以下の二族があり、それぞれに二種、計四種が知られている。上記のようにこの二族は咀嚼器の構造が明確に異なり、接触方法や生態の違いと直結していると考えられている。 最初に発見されたのは1861年の S。ネベライであり、続いて P アニオレイトスが発見され、1876年に同族の新種として記載された。その後 P ・アニオレイトスを1887年に別族の新種としてパラセゼンアスプランクネスした研究者がおり、この時点では検討の結果この種は最初の種と同族との判断となった。 それから、はるかに下って2005年、アフリカで第三の種が発見された際、この群の咀嚼器の構造や働きについて詳細な検討がなされ、その結果としてこの新種は、生存属の新種と見ていいが、ピーアニオレイトスについては咀嚼器の構造と働き、それに、生態的性質にも明確な違いがあり、それがおそらく系統の違いを反映するものと判断されたことでパラ生存が、 本群のもう一つの族として復活することになった。さらにその後に、パラ生存に新たに新種一種が追加された。以下、この章は、種として、リッチエトールによる。なお、この時期には本家には、この二種のみが知られ、どちらも生存として扱われている。岡田ほか P404 から405ハットセガーズメロニー P205 ハットリッチエトールハット、 ソ連線へ通る、P40 リッチへ通る、西村編長、P144 リッチへ通る、ハット、DC へ通る、P186 西村編長、P143 から144リッチへ通る、ハット、ソ連線へ通る、DC へ通る、岩月、まだら監修、P135 ハット、ふんちへ通る、DC へ通る、P186、ソ連線へ通る、P35 ハット、 DC へ通る、ソ連戦へ通る、ありがとうございます。